はい、こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日はね、昨日に引き続き川遊び動画撮影していきたいなと思いますが、ちょっとね、川の音がね大きくて、パパね、大きめでトークしてるんですが、聞こえてるでしょうか。うるさかったらボスくんごめんね。あー、やめて、ボトボトや、ボスパパがボトボトになっちゃった。ということでね、もしね、昨日の動画まだ見ていないよという方おられましたら、ぜひね、見ていただけると嬉しいです。あれからね、昨日、撮影ねやめてから、またすぐの撮影なんですが、やっぱりね、暑いしね、パパも入りたいけど、水はねこんな感じでかなりね透明度高くて、しかもね山ということで冷たい、もう田舎は冷たい、田舎はねかなり冷たいですなあ。気持ちいいか。でもね、今のうちにねいっぱい遊んで、で昨日も言っていたんですが、タオルがないんで帰りはねもうボトボトのまんまね車です。お、ボスやめて、ボスやめて、やめて、やめてボスやめて、やめて。おー、クイーンちゃん、クイーンちゃんがこうやってね助けてくれるんですが、やめてやめて、もやめてやめてとね言いながらもね、パパねちょっと喜んでんのに、クイーンちゃんそんな必死にならんかっても。クイーンちゃんはねヒーローです。ボス君は癒し系なので、クイーンちゃんはアイドル系、ボス君はカウンセリング系。カウンセリングって、カウンセリングってな、何やねんそれって。ボスどこ見てんの、なんかいた。ボスがねずっとね車の方を見ておりますが、まだ帰りたいのかな、どうなんでしょうね。帰りたい気持ちが強いボス君。あとね、あの野生動物とかもね結構いますんで、それがねちょっと心配。まあね、うわボットボト、パパボットボト追いかけてね、普通にね鹿とかいたりとかね、したりしますんで、それでね追いかけていくのがねちょっと心配かなと。まあでもそんなこと言ってたらね、川遊びなんてできないなボスなあ。こんだけ大きかったら鹿の1匹2匹でも捕まえてきてね、ペットやな、鹿ペット、やばいな。おいで、熱い、うん、ちゃ石投げたろ、クインちゃん、クインちゃん、クエクエ、な、何してんのクインちゃん、ボスで見えない、クエクエ、行くで、はい、ウィー。あー、ボスやめて、そんなとこ行かんといて、ボスくん。あのサマーカットしたんでね、あの手の切れる葉っぱでねボスくん切れないか心配。ノミダニはね一応ね、ネクスガードスペクトラね、あれで多分対応してるかと思うんで、まだね、ちょっとね、まあごめんなさい、言いかけましたが、またね続きはまた違う動画でねトークしようかなと。これねパパの悪い癖です、言いかけてねやめるというね最悪なオチ。いやもうね言いたいことがいっぱいあるんですよね。なあ、暑い、もう暑いとしか言いません。あれ、クイーン、クイーン、あ、石取ってこいよ、ほら。クイーンちゃんね、でもね、賢い。自分の無理なところは行かない。ちゃんとね、自分の限界を分かっている。でもクイーンちゃん、ちょっとぐらいね、もうちょっとぐらい行っても大丈夫だよ、と。クイーンちゃんもね、足首らへんまでしか行きません。うん。気持ちいいな。で、ボス君は何してんの？なんか葉っぱついてるの取っといたろ。ほら、うわ。これ何これ、くっつき虫ちゃん、なんかよう分かりませんが、なんかねつけております。まあね、ボスとクイーンがね楽しかったらそれでいいんですって。ボスも、もうボス君がさっきからね体をこすって体拭いてまた水に入りに行くというね謎な行動。あっち、パパもねちょっとねそこまでジャンプしたいと思います。飛べるかな、よいしょ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 と。おお、クイーンちゃんついてきた。水がきれい、見てくださいこれ、もうね天然水です。天然水は言い過ぎかな。でもね水がきれい、田舎のいいところは水がきれいで自然豊かでね、まあね楽しい。やっぱりね都会は都会でね楽しみがあるかと思うんですが、パパはねやっぱ育ちもね田舎で、ずっとね田舎です。おうおう、何すんねんクイーン、クイーンちゃんが押してきよる、危ないぞ、あかんぞクイーン、なパパハマったらどうすんのな、ごめんなさいわ。
はい、よしよし。コインちゃんそっち行ってよな。そうそうそう。ああ、上手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 。いいね、コインちゃん。気持ちいいやろ。ということでね、まあ今日もね、こんな感じでね、川遊び動画でね終了して、明日はね帰るところからの動画にしようかな。帰るところ、そしてね帰った動画、にしたいなと思っているんで、ただボス君がねやっぱタオルも何も持ってきていないんでね、それが心配。ボスボトボトやで、ボス君なあ。多分ね、一応ワンちゃん用のね、車にワンちゃん用のね、シートカバーみたいなのはね、してあるんですが、カインズさんで買ってね、1回目で潰れた。1回目でね、止めてあるね、紐が全部ブチブチ切れて、もうね、くくってある状態なんですが、あんまり意味がなかった。で、あとは車のシートカバーね、皆様してる方多いんですが、パパしていないんでね、もう直通、もうね、ボス君のよだれとね、クインちゃんボス君の毛と、ボス臭と、クイン臭、そしてこの天然水が、いい感じにね、ミックスなるかなと。なんか鼻クンクンしています、ボス君。なんかいる？なんかね、鼻クンクンしてね。で、クインちゃん危ないよ、さっきからな。あ、来た来た。ボスいるよ。こっちおいで。ボス君。ボス君、おいで。ボス君何してんの？かわいい。もう何もしんくてもかわいい。ただよだれが気になる。よだれずっと垂れてんで。かわいいな、ほんまに。やっぱね、泳ぐの得意なワンちゃんってね、パパ以前から言うてるんですが、ラブラドールもね、得意。で、やっぱね、ニューファンドランドなんていうのはね、ほんまにね、泳ぐのが得意なワンちゃん。もちろんね、泳いだことないニューファンドランドはね、得意かどうかは知りませんが、まあ、水かきがついていて得意ということで、ぜひね、またね、今年ね、まだ夏ではないんですが、夏になればね、多分ね、毎週のようにね、川遊び行ったりとか、まあ、川ばっかりね、行くかと思うんで、泳いでるところ撮影したいな。ただ GoPro 潰れたんでね、 iPhone11 ってね、水の中撮影できたかな、どうなんでしょう。分かる方いるでしょうか。水中からのね、そのボス君の平泳ぎ、犬かきじゃなくて平泳ぎをね、撮影できたらなと思っています。もしね、 iPhone11 Pro Max が水に浸かっても大丈夫だよとね、分かる方いましたら、ぜひね、コメント欄にて教えていただきたい。はい、ということでね、まあ、なかなかボス君もね、もうね、帰りたそうにしていますので、もうちょっと遊んでからね、また明日の動画の続き、楽しみにしていてください。じゃあね、くんちゃん、バイバイは、おいで、くい、かん、バイバイは、よしよし、バイバイの、チュー。